お疲れ様です。FX オリガルヒの皆様、今週最後の日になりました、9月6日金曜日朝4時の相場解説になります。えっと、いろいろお伝えすることがありますので、一つずつ順を追って、えー、説明していきますね。まずは、えー、こちらの方からになります。これね。米国雇用統計などの材料が今日は出ております。で、木曜日の晩、 数時間前ですけども、この ADP と ISM っていうのが出ましたよね。これによって市場にこういうふうな大きな動きがあったということですんで、この時間帯はポジションを持たないのが記事です。もちろんね、こんな時間ですから、夜の9時とか23時ですから、ほとんどの方はね、トレードにあまり首を突っ込んでいないと思います。 やっぱりね、夕方、17時から18時ぐらいには、徐々に私たちのような日本市場でのトレードは、まあ、終わっていくのが望ましいと思いますし、生活もね、そのようにできてると思いますから。で、金曜日、本日なんですけども、数時間すると、朝の材料が日本から出されますね。うん。そこまで強い影響は出ないと思います。それから、午後にもこういった材料が出て、で、日中はね、そこまで激しく、 行ったり来たりしないんですけども、金曜日ってのは、まあ、おしなべて、一週間のうち最も、まあ、難しいっていうかね、あのー、一週間の期末になりますので、こういうふうな予定表にないような資金の動きがありますので、まあ、金曜日はどちらかというと、消極的なトレードにした方がいいかなと思います。で、さらに本日は、夜ね、21時半からアメリカから大きな材料が出ます。まあ、このあたりになってくるともうね、 あの、ほとんど関係ないんですけども、翌週の動きに関係してきますので、その辺も一週間のまとめ解説などでまた細かくお話していこうと思います。はい、それからですね、今週なんですけども、月曜日にドル円147円台にいたわけですよ。で、9月はアメリカの利下げがあるよってことで、一週間どんどん下がっていく方向だというふうに月曜日に私は申し上げました。 なんと一週間で今日143円ですから4円も落ちましたね。つまり一週間ぐらいの長期になってくるとテクニカルよりもファンダメンタルが働くってことです。つまり国家間の政策とかそれから国際間のまあ摩擦とかねそういったものに影響されますのでテクニカルはそんなに働きにくいんですよ。テクニカルはやっぱりね一日単位とかね1時間とか4時間こういった私たちの日々のデイトレードに ものすす。ごく影響しますで今度時間軸が短くなって1時間以下ね30分の取引とか15分の取引とか5分とか1分の取引はこれ完全にランダムウォークって言ってどうなるか分かりません法則化することはほとんど不可能ですんでまああのバイナリーオプションなんていうのはね単なる超半爆地なんですよこういったメカニズム短い時間とまあ私たちの暮らしに即した1日のうちでトレードする時間それから長期の 一週間とか一ヶ月っていうね、流れ。それぞれ捉え方が違うっていうのはお分かりいただけるんじゃないかなと思います。当然ですね、私たちのライフサイクルっていうのは、生涯を80年前後、それから一週間とか一日単位でご飯を食べて、なんか寝て、まあ、起きるみたいなね、サイクルがありますから。で、トレードに関わる人はほとんどそのサイクルでやってますんでね。自動取引っていうのも一部ありますけども、それにしても、普通の人が、 朝起きて夜寝るっていうペースに合わせた市場の動きに合わせた自動トレードですから結局人間の営みをね反映してるんですよねそう考えていくと週の頭に今週の終わり頃には値段が上がるのか下がるのかってことは分かりやすい週があるってことなんですよ今週はそのね代表的な例でございましただから週の頭月曜日に今週は値下がりするよってことが言えたわけですねこの辺はまたね 一週間のまとめで復習していきます。月曜日に私は今週はどんどん値段が落ちていくよと、円高の方向に行くよってのは見通してましたんでね。そうなってくると週間トレードってのは実はね、可能なわけですよ。はい。話長くなりますんでこの辺にしといて、あとはね、一週間のうちのグルーピングです。で、火曜日の夜に大きな材料が今週はありました。ですんで、ここに火曜日の夜って っていう,ふうに矢印を入れるそれから木曜日の夜にもこちらにあるように大きな材料が2つありましただから木曜日の夜にこういうふうにくさびを打つとそうするとグルーピングとしてはね月ーで1つの流れ水木で1つの流れで金曜日がプラーンと1日だけあるみたいな3つのグループに分かれることができるんですよそうすると月曜日に見定めた市場の流れが火曜日も引き継ぐ そして水曜日に出来上がった市場の流れが木曜日の参考になるってことで、こういう風にグループ分けするとね、かなりテクニカルは見やすくなってくるということでございます。で、これを前提にして、ローソク足をやっと見るわけですよ。そうすると、あ上がった、下がった、上がった、下がったっていう単純に追うんじゃなくって、こういった背景があるから、そうなるんだなっていう風に見えてくるってことですね。はい。で、本日なんですけども、 ぐーっと下に行く勢いが、おそらく一旦、まあ、落ち着くんだろうなと思いますね。これについては、前回の動画でもお話ししましたけども、あの、4時間の動画持ってこようかな。デイリーがいいかな。はい、デイリーをちょっと持ってきましょうか。こういうふうにね。あの、こちらのヒゲがあるでしょ。このヒゲがあるってことは、このヒゲの間の勢力圏内では、いつでも上に引き戻される。 そういいいった力が働いてるってことなんですよでさらにこの実体と実体を横にブーッとね線を引くと144の070ってところに線が引けるんですよねでここに一つの抵抗体がありますのでここをブレイクして下に行くとある程度下に勢いよくね進むってことになりますただ進むんだけどもこのヒゲみたいな引き戻される上に引き戻されるような勢力がありますから下に行っちゃ上に行きみたいなことをね繰り返すんじゃないかなというふうなイメージですね 1> で1時間軸に話戻します、これぐちゃぐちゃしてますけどね、今日は金曜日なんで、えー、月曜日から木曜日までの動きよりは、予測がしにくくなりますね。ですんで、月曜日から木曜日までで、まあ、いい成績が出なかったよって方は、金曜日は基本的には見るだけにしておいた方がいいと思いますね。1週間のうち金曜日は、手をつけることが少ない、最も少ない曜日、それが金曜日だというふうな立てつけです。 それじゃあ今日もね、じっくりと見ていきましょう。ちょっと長くなっちゃってすいませんね。ただかなり参考になる動画だったと思いますよ。